ケイタさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。最近日本郵便がねまた止まってしまいましたよね、はい、そうですね。はい、でこれはおそらく国際転売、海外輸出をやってる方々にとっては非常に痛いお話だと思うんですけど、まあ、ケイタ式やってる方々にとっては結構これは想定内というかね、むしろこういう時に振り落とすチャンスがあるっていう形でね。そうですね、はい、周りの人たちがねどんどん去ってるじゃないですか、はい、こういうタイミングごとにね。そうですね、そう捉えるようにしていただきたいですし、ずっとこう伝えてきているような感じなので、あのチャンスですねっていう方がやっぱりしっかりいて嬉しいなっていう感じですね。むしろこういう時に頑張るからこそ周りとの差をつけられるわけで、はい、調子みんなが調子いい時って差がつかないですよね、あんまりね。足を引っ張り合うような雰囲気が出てきてしまいますけど、ちゃんと考えてやっていく人はこういう環境が変化した中でも工夫していくので良いセラーが残っていくと思うんですけどね。まあ、第3期生ではまあ好調なのは6ヶ月で月収600万超えた ON さんとかね、はい、あとはサラリーマンなのに、月収500万超えた OU さんとかねいらっしゃいますけど、はい、彼なんか見てもちゃんと対策をね講じてますもんね。日本郵便がなくなったとしても逆に上に上がれるような体制の方なのでね、販売していく中でしっかりその自分の強みの部分とか強いカテゴリーの商品とか他と差別化できる要素を少しずつ気づいていっているので、こういったところが逆に伸びるチャンスにできちゃう人になっていってますね。いや本当に、でも日本郵便って、ね、低単価で小口のものを送れるんですけど、はい、まあ、よくよく考えたら遅いですよね、届くのね。遅いですね、はい、うん、はい、だここのところをどう考えるかっていうところでいろんなチャンスが出てくると思うんですよね。この時期でじゃあどこのポイントをスペックしなきゃいけないかっていう、ね、ところで、ね、はい、ある意味だってね、まあ、クーリエっていうのを使うっていう形になると思うんですけど、そこもやっぱりメリットあるじゃないですか。メリットはいっぱいありますね、はい、逆に言うとその日本郵便のデメリット要素を今回がまあなくなったと考えて、クーリエのメリット要素をどう最大限に増幅させるかっていうところの戦略が、はい、期間に重要ですよね、やっぱりね。そうですね、はい、日本郵便ちなみになんで止まっちゃったんですかね。明確には記載されてないですが、おそらくですけども、まあ、コロナになってから、まあ、国際配送の量ってとても増えてるんですね、うん、ただでさえその遅延が起きているような状況で、年末に物量が極端に増えてしまうと、まあ、対応できなくなってしまうっていうのが起きてくるので、まあ、彼らとしてはそのお客様に迷惑をかけるよりはこのタイミングでもう止めるっていう判断を、まあ、苦渋の決断を多分されたんだろうなとは思うんですけどね。なるほどね、年末商戦に向けてですね、逆に、ね、そうですね、はい、年末商戦は戻らないというか、もう止まったままで、去年来年、まあ、いつ再開するかは分からないですけども、しばらくは難しいんじゃないかなとは思ってはいますけどね。でまさにでも本当に僕たちみたいにこうやって長期間ネットビジネスやってると、周りが一斉にダメになるっていう時こそ非常に大きなチャンスなんだよね。あのおっしゃる通りで、私自身も過去を振り返ってもう5年以上生きて残ってるんですけど、結構変化はいっぱい起きてるんですよ。でその度ごとにこう皆さん消えていくので、まあ、正直生き残ってると、まあ、あとは全部いただけるみたいなところがあります。そうですね、金融はね、はい、なので一時的にはもちろん自分自身もダメージを受けることはあるんですけども、逆にそこで自分自身が強化されて工夫することで長く続けていけるような地盤ができてきたっていうのが、まあ本当今まで振り返ってみるとそうだなっていう感じですね。ということなんで、まあ、ケータ式のところではちょうどね、まあ、たまたまなんですけど、これね、日本郵便が止まるっていう前のこのオフ会やった時にもね、はい、まあ、これは偶然だったら、そのタイミングでは、はい、いかにこの郵便局を使わずにこっちでやるかって、郵便局ある状態でそれ言ってたじゃないですか、あの秋田孔明さんっていうなんか気がつけば半日ぐらいこう配送の話してましたもんねいつもそういうことが非常に多いんですけど、僕が語るとその後世の中に変わっちゃってたのが多いんです、まあ、これはちょっとねオフレコですけど、はい、まあ、あそこで話した戦略術をもとにしていけば、ね、ケイタさんからの明確な回答を得られてますし、はい、一回と乗り切れんじゃないから、逆に大きくね、はい、この前進をするチャンスなんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、ということで、はい、郵便局を使えなくなったことをチャンスと捉えて、ケイタ式の皆さん、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。